パワースマッシュは、セガのコンピュータゲーム用のリアル系、テニスゲーム。日本国外版のタイトルは、バーチャテニス。アーケードゲームとして2000年に発売され、ドリームキャスト、Windows、PlayStation2、PlayStation Portable、Xbox 360、PlayStation3、p l a y s t a t i o n v i t a のほか、電子通信機器メーカーの Kia の、携帯電話端末ゲーム機へのゲージなど、 数多くのハードで登場された。2014年10月時点でのシリーズ累計全世界、販売本数は400万本以上を誇る。スペインのテニス選手、ラファエル・ナダルが、そのリアルさを絶賛するコメントを出したこともある。略称は、パワースマ。パワースマッシュは、初のリアル系のポリゴンのテニスゲームである。 実在の選手8人をモデルにしたリアルな動きとシンプルな操作性で人気を得た。アーケードでは対戦格闘ゲームのように乱入対戦も可能で向かい合った台に座ったプレイヤー同士が対戦を繰り広げた。ドリームキャスト版はアーケード版が2人対戦のみだったことに対し強力プレイで CPU と対戦するダブルスやニオン2の4人同時プレイモードが追加された。 グラフィックの向上が図られた上、今作から女子選手が追加され、選手は合計16名になった。アーケード版は前作では対戦のみだった二人プレイに協力プレイのダブルスが標準モードに追加された。しかしながら、対コム戦のみでプレイヤー4人でのダブルス対戦は実装されなかった。2001年にアーケードで発売された後に、 同年11月15日にドリームキャストに移植。翌2002年には、プレイステーション2にも移植された。家庭用では、オリジナルの選手を作成し、ミニゲームを通じて、世界ランキング300位から1位を目指して育成する、ワールドツアーモードが搭載され、単なる、アーケードライクなプレイだけでなくやり込み、育成要素が追加された。なお、プレイステーション2版では、 エレナド・キッチ選手の代わりに、杉山愛選手が追加されている。男子女子ゲーム内において、条件を満たすと、最終ステージをクリアした後に登場する。アーケード版では、使用不可能。コンシューマ版では条件を満たすと使用可能となる。パワースマッシュニュージェネレーションは、パワースマッシュにをベースにした携帯ゲーム揮発のパワースマ。ワールドツアーなど、パワースマニの要素は健在。 選手数は、前作パワスマ2と同じ14人だが、前作から4年が経過したこともあり、選手のほとんどが入れ替えられている。シャラポは、フェデラーなど、新たに11人の選手が登場し、ニュージェネレーションの名前が完成られている。家庭用ゲーム機のテニスゲームでは、コートチェンジごとに、プレイヤーの位置が手前、奥と変化したが、本作では携帯ゲーム機ということで常に、プレイヤーが、 手前側に位置する。無線 LAN 機能を使い4人までの対戦も可能。ミニゲームも追加されている。男子女子アーケード版は、リンドバーグという高性能基板を採用し、前作に比べグラフィックや動作が大幅に緻密になった。また、専用の IC カードに対応しており、キャラクターネームと戦績が記録され、服装やラケット、プレイスタイルの変更が可能。 CPU の対戦成績や他のプレイヤーとの成績に応じ世界ランキングが表示される。また、今作から課題をクリアして賞金を稼ぐチャレンジモードが追加された。アーケード版リリースと同時にリンドバーグ、ユニバーサルキャビネットに搭載されたモデルが登場。当時まだほとんどのゲーム機がブラウン管モニターであったが、この筐体リリースをきっかけに液晶搭載の汎用筐体が 各メーカーから本格的に販売されるようになった前述のプレイスタイルを変更することでお気に入りの選手を自分の好みに能力変更することができるが選手がもともと持っている能力もわずかに引き継がれる。またプレイスタイルの中には過去作の選手を彷彿とさせるものもあり頭文字でその変鱗を表していた。また操作ボタンは2つのままであるが 追加操作によりボールの内訳もより多彩になった。2007年3月にはプレイステーション3にも移植された。実写と見まがうばかりのリアルなグラフィックは健在。ラファエル・ナダルはこれ以上リアルなテニスゲームは見たことないと絶賛した。オリジナル選手を作成し育成しながら世界ランク1位を目指すワールドツアーモードはもちろん 7種類のカジュアルなミニゲームでワイワイ楽しめるパーティーモードも用意されている。PS3 専用コントローラー6サックスの傾きセンサーにも対応しており、ボタンを使わずに操作することも可能。日本国外では、Xbox 360、PlayStation Portable、Windows 版も出ている。登場選手はアーケード版で12人であったが、コンシューマー版では、 女性選手中心に追加され、男性13人、女性7人となった。なお、プレイスタイルはアーケード版にて IC カード使用した時のみ変更が可能。以下の選手は今週ーマー版での追加選手ゲーム内において条件を満たすと隠しキャラが登場する。能力は非常に高く通常キャラとは比較にならないほどである。アーケード版では使用不可能。 今週ーマー版では条件を満たすと使用可能となる。パワースマッシュライブマッチは、プレイステーション3用のパワースマッシュシリーズ第2弾。2010年3月25日発売。前作、パワースマッシュ3から3年ぶりの発売となる本作は、収録選手のデータが更新されただけでなく、オンライン対戦にも対応している。ミニゲームは、種類が増え、全部で12種類に。こちらも、 オンラインに対応しており、最大4人同時プレイが可能。一人プレイ用のワールドツアーも健在。本作ではアイテムが800種類以上に増加し、カスタマイズの幅が増えた。また、オンラインワールドツアーモードが追加。自分が育てている選手を、他のプレイヤーが育てた選手と対戦させることも可能に。オンラインランキングにも対応している。 日本国外でのタイトルは、バーチャーテニス2009、Xbox 360や Wii、Windows 版がある。男子女子、レジェンド、パワースマッシュ4は2011年6月30日発売の、パワースマッシュシリーズ10周年記念作品。対応プラットフォームは、PlayStation 3、Xbox 360、PS3 専用モーションコントローラーの PlayStation Move と、 Xbox 360専用モーションコントローラー、Kinect に対応しており、それぞれのモーションコントローラー専用のモードも搭載されている。また PS3 では 3D 表示にも対応するなど、画期的な新要素を搭載している。PlayStation Vita 版も発表され、2011年12月17日に本体と同時発売。タッチ操作、 ジャイロセンサーカメラなどを利用したプレイが可能。また PS3 版では2010年のデータであったが p s v i t a は2011年データと最新データを使用している。日本以外の地域においては従来のナンバリング作品と同様にアーケード版が存在する。使用基盤はリングエッジが使用され通常の筐体の他にプレイヤーがそれぞれのコントロールパネルで プレイできるデラックス筐体が存在する。ラファエレ・ナダルやロジャー・フェデラー、アンディ・マレーはもちろん歴史を代表するレジェンド選手、シリーズ初登場となるフアン・マルティンデル・ポトロ、フェルナンド・ゴンサレス、ローラ・ロブソンほか、プレイヤー7名も新たに参戦。男子女子レジェンド以下はパワースマッシュシリーズ10周年を記念して生み出された。 オリジナルキャラクタースペシャルキャラクターアーケードモードのシングルス戦で登場してきたキングやデュークを倒すことでプレイヤー選択画面のキングとデュークがアンロックされるファミ通ゲーム白書2007エンターブレイン2007年403ページ ISBN 978から4から757735774バーチャテニス32014年10月9日閲覧 パワースマさんは、ネットワークに対応していないので、世界ランキングはゲームが定めた基準で決定されるので、プレイヤーの技量を示す目安といった役割が強い。ゲーム内及び取扱説明書には1986年1月9日、生まれと表記されているが、これは誤植であり、実際の青年月 P は1986年9月1日である。アーケード版では、 オールアラウンドとなっている。ファミ通ゲーム白書2013保管データ編、エンターブレイン、2013年、2016年3月25日閲覧。セガ、PSB 多用、パワースマッシュ4を本体と、同時発売他4タイトル開発、マイコミジャーナル、2011年6月7日この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。パワースマッシュ2に関する、カテゴリー、 パワースマッシュ3に関するカテゴリパワースマッシュ4に関するカテゴリありがとうございます。